ラウル殿、先ほど伝令が、ゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。わかっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。皆の力を私に貸してくれ。Thank you.
光の王を支え魔王討伐を果たすと誓おう。
ソニア。ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。私がこの時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。それで？秘跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてラウル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。ラウル様。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。Thank you.